ハロプロ新グループ、OCHA ノルマ13日発売、恋のクラウチングスタート、でメジャーデビュー陸上トラックで、10人で突っ走っていきたい、とスタートダッシュ誓う。13日にメジャーデビューする女性アイドル集団、ハロープロジェクトの10人組新グループ、OCHA ノルマ、お茶ノーマ、が陸上トラックで異例の取材会を敢行した。デビュー曲、恋のクラウチングスタート、にかけて喜びいっぱいのスタートポーズを披露し、まだゴールは見つけたくない、と全力疾走でお茶の間に元気を届ける。後列左から斉藤まどか、広本瑠璃、田代すみれ、石栗かなみ、中山夏目、前列左から西崎美空、久保田七海、米村きらら、筒井美代心、北原桃イコール栃木、宇都宮市。ハロプロからミツルを辞してデビューする新グループが、スタートダッシュを誓った。恋のクラウチングスタートのリリースを目前20人が現れたのは、10月に栃木国体の舞台となる宇都宮市の関石スタジアム栃木の陸上トラック。リーダーの斉藤まどか19は、私たちも全国各地で活躍していきたい、と全員でスタートポーズを決めた。お茶ノーマは2019年7月に母体となるハロプロ研修生ユニットが編成され、昨年12月にオーディション合格者2人を加えて誕生。平均年齢16、9歳のメンバーは出身も北海道から九州まで10人十色で、西崎美空、ミク、16、の岡山県、最年少の筒井美代心、ロコ、14、の佐賀県からのハロプロメンバー入りは初となる。一度聞いたら忘れないグループ名は、みんなが集うホッとする場所のように、との思いと、基準の意味を持つ、ノルマを掛け合わせた。サブリーダーの広本瑠璃、19が、お茶の間がなくなりつつある。私たちを見るためにと、またお茶の間に戻るきっかけになれば、と力を込めれば、中山夏目、16、も、おじいちゃん、おばあちゃん世代にも知ってほしい。全国の老人ホームを訪ねたり、と老若男女に愛される存在を願う。長い下積み生活を過ごしたメンバーも、米村きらら、きらら、18、の座右の銘は、臥薪嘗胆。愛知県出身で小学5年だった2016年1月から約6年の研修生期間を送り、誰よりもいいクラウチングスタートを切るとうずうず。東京で大活躍する将棋の藤井聡太棋聖、19、イコール竜王など五冠イコールに刺激を受けているといい、すごいですよね。瀬戸市からスターが生まれた。私たちも何かの架け橋になりたい。いつかは共演してみたいな、と微笑んだ。ハロプロの先輩たちの背中を追い、年末の日本レコード大賞、聖地、日本武道館での公演など夢は尽きないが、斉藤はゴールはまだ見つけたくない。10人で突っ走っていきたい、ときっぱり、日本を元気にする新世代のお茶の間アイドルに注目だ。今のご時世にぴったり、恋のクラウチングスタートについて、石栗かなみ18は、爽やかでキャッチーな曲と振り付けもポイントなんですけど、リモートデートなどの言葉も入っていて、今のご時世に恋をされている方にもぴったり、とアピール。両 A 面のお祭りデビューだぜは津軽三味線や忍笛による和風のお祭りビートで日本の心をお茶の間に呼び起こすナンバー。こちらにも闇を蹴散らす舞を歌は心の栄養といった歌詞があり、
コロナ禍でも日本中を元気づけたいとのグループの熱い思いが込められた楽曲に仕上がっている。